エラードチャンネルにようこそ。木曜日担当の坂内愛です。皆さんはこれは毎日必ず食べるみたいなものはありますか？私は最近はね、なんだかバナナは必ず取るようになりました。なんかバナナ取るとちょっとこう腸の調子が良かったりするので毎日食べています。そしてもう一つ必ず飲んでいるものがありますので、それを今日はご紹介したいと思います。それでは今週もおすすめリポートスタートです。さあ、今回私がご紹介したいのがこちら、マイフローラという乳酸菌飲料です。これ私毎日朝飲んでいるんですけれども、乳酸菌飲料っていうと皆さん飲むヨーグルトみたいなああいうのをイメージしますよね。こちらの中はこんな色なんです。じゃーん。これは人参ジュースとセロリの汁を植物性の乳酸菌で発酵したというドリンクです。つまり味は人参ジュースです。なので朝食にもぴったりなんですね。それでいてなんと乳酸菌が取れるということで、かなりかなり私は気に入っています。もう最近毎日飲んでいます。で、実は乳酸菌には2種類ありまして、動物性の乳酸菌と植物性の乳酸菌があります。で、動物性の乳酸菌っていうのがヨーグルトとかチーズのことですよね。で、この植物性の乳酸菌はキムチとかぬか漬けとか、まあ、本来ね日本人が昔からよく食べていたそういう発酵食品、それが植物性の乳酸菌と言われ、まあ、日本人の体にも合っているんですね。さらにこの植物性の乳酸菌って動物性の乳酸菌よりもなんと3倍も強いんです。何が強いって、植物性の乳酸菌の方が胃酸などに負けず生きたままそのまま腸に届くことができるんですね。実はこのマイフローラは生きたまま 95% の乳酸菌が大腸まで届くんです。そして1回の量はね、これで、はい、100ml で OK なんですね。で、100ml をこうやってね、目盛りがついてるので1本で 700ml 入ってる、1週間分なんですけど 100ml 注ぐのもとっても簡単です。で、この 100ml の中になんと乳酸菌1000億個も入っています。で、さらにさらに 3g のオリゴ糖もこれで取れるということで、もうまさにですね、もう腸に嬉しい、そんなプロバイオティクスの商品というわけなんです。生きたまま腸まで届く、もう胃酸にも負けないということで、この植物性乳酸菌というものが今かなりね注目されています。生きたまま届くと何がいいかというと、やはりですね、生きたまま届くということは乳酸菌が腸の中でしっかりと働いてくれるんですよね。乳酸菌、まあ、死んだものを取っても実はですね意味はなくはないです。しっかりとなんか免疫を強めてくれたりもしますし、排便を促すための働きというのはしてくれるんですけれども、やはり生きたまま届くというメリットがしっかりとあります。生きたまま届くと、まあ、ちゃんとね大腸でその生きた乳酸菌が働いて、より大腸、つまり腸内環境、腸内フローラの調子を整えてくれるというものなんです。で、実は私腸内の解析、腸内細菌の検査をした時に乳酸菌が少なかったんですよね。なのでぜひね乳酸菌をしっかりと育てたいなと思ってこれを飲むように始めました。最近はとても調子がいいのでこれ合ってるのかなと思っています。詳しく腸内細菌の検査については概要欄にも貼っておきますので、ご興味ある方はご連絡ください。自分にどんなね腸内環境の今現状があるのか、善玉菌がどのぐらいあるのか、そういったこともね知れますので、ぜひ皆様ご自分の腸に合ったそんな食生活を合わせてやってみてはいかがでしょうか。ということで今回は、はい、こちらのマイフローラご紹介させていただきました。ぜひとってもおすすめなので皆さんもチェックしてみてください。さあ、皆様いかがでしたでしょうか。美活腸活アドバイザーやっております、私いろいろとアドバイスもさせていただきますのでご連絡くださいね。さあ、それでは最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。引き続きのチャンネル登録、いいねボタン、さらにはインスタフォローなどもよろしくお願いします。
それではまた来週お会いしましょう。さようなら。